はい、皆さんこんにちは、村長です。今日は僕の制作の手順というか、時短で急いで曲を作る時のとっておきの方法を皆さんに公開したいと思います。村長ミュージックスタジオ。冒頭にも申し上げましたように、いろんな曲を作るアイデアというのはあると思うんですけれども、カシオが出しているスマホ用のこんなソフトウェアがあります。このソフトウェアは自分がモチーフを入れて、それは2小節、4小節、8小節などの長さで自分が考えるフレーズを入れます。そうすると、そっから先は約2秒で音楽制作をしてくれるという夢のようなソフトです。ただし、人工知能ではないですので、パターンというものにある一定の限りはあります。それを急ぐときは使いますが、これだけではなかなかうまくいきません。ですから、これは MIDI の書き出しができるようになっていますので、MIDI で書き出して、そして僕の場合だとスタジオワン、いわゆる DAW の方に持ってきて編集をすることになります。ですから1時間もあれば数曲は作ってしまうことができます。実際、画面にありますように、これは iPad からこちらの方にメール転送したファイルです。下のここからここまでの4つは日にちが6月24日になっています。いわゆるちょっとの時間で4曲を作ったということになります。一つの例として、この MIDI をちょっとクイックタイムプレイヤーで聞いてみます。このように、この曲はあまりドラムなどが入っていませんが、他の曲もやってみましょう。はい、便利でしょう。だいたいこのアレンジをするのに時間は約2秒です。自分がキーボードでフレーズを2小節ぐらい入れるのは、まあ考えながらやるとしても1分以内。そして、そこからボタン1つで2秒でアレンジをしてしまう、そんな魔法のようなツールです。では、スタジオワンの方で7番の曲を読み込んでみましょう。ファイルから開くで読み込めます。このように AS007MIDI を開きます。そうすると、このファイルの General MIDI サウンドを読み込みますかというメッセージが出ます。はいを押します。そうするだけで、このように MIDI のフレーズが
読み込まれるわけです。この時点で再生してみましょう。はい、素晴らしいですね。ここで次に僕がする作業はどのトラックがどんな音かということを調べます。ですからソロモードでやってみます。はい、これはメロディーですね。そういう時はここにメロディーと書き込みます。次、音のあるところでチェックします。はい。で、今聞いてますけれども、ざっくりはこの画面下のところに楽器名が出てますので、これは名前の通りフルートです。雷が鳴ってきましたね。次はエレピです。このように下にありますので、例えばここをダブルクリックしてから何か一文字でもこう入れたらですね、そしたら上にこう変わります。このようにして手っ取り早く上に上げるのも一つのヒントです。何も変えないでリターンキーを押すとダメですので、スペースぐらいを入れてするとこのように上にどんどん上がってきます。はい、そして最後のこのチャンネルは MIDI を見る限りもう何も入っていないチャンネルのようですので、最終のトラックは削除しておきます。そしてナイロンギターを少し見てみましょう。コーダナの素晴らしいところは見てください。コード弾きをしてもちゃんとこのようにダウンストロークになって表現されています。初心者の人は分かりますでしょうか。このように時間差でギターですからポロリンダラララランとこう弾くように、勝手にうまく自然に表現できるようになっています。他のところすべて見てもこうやって時間差があります。素晴らしいですね。そしたらまあこのままでもいいんですけど、僕は、メロのところにだけでもトラックの色付けをしておきましょう。そしてここから音をチェックしていきながら変えます。このフルートの音はあまり良くないですよね。ですからこれをサックスの音に切り替えたいと思います。自分の得意なソフトを使えばいいと思うんですけれども、僕はこのフリーウェアのサックスが気に入ってます。このようにするとスタジオ1の場合置き換えますかというようなことが聞いてきますので置き換えます。ここでサックスのプリセットを呼び込みます。それではソプラノサックスを選びます。
これを使いたいと思います。次はフルートフレーズです。これはいいとしましょう。エレピ、うん、これもいいですね。ナイロンギター、悪くないですけれども、ちょっと入れ替えてみましょう。そうですね、12弦ギター、ちょっと使ってみましょう。アンプルサウンドの12弦ギターです。今音源を読み込んでいます。案外大きな音源ファイルです。はい、読み込みました。ちょっと聞いてみましょう。しっくりは来ないですね。じゃあスーパージャンボに切り替えてみます。ちょっと鳴らしてみます。これ方がいいですね。じゃあこれに決定します。次は、これはドラムのフレーズですけれども、確かドラムは入っていなかったように思います。ないですね。じゃあドラムも削除しておきましょう。グランドピアノということになってますが、これも音はないですね。これも削除。今回の音源は楽器が少ないでした。最後の一番下はグランドピアノです。聞いてみましょう。ちょっとアタックが強いですね。じゃあここは使い慣れてるイージーキーを入れておきます。はい、こんな感じに楽器を置き換えるわけですね。そしてここからはミキシングに入っていきます。まず全体のバランスを整えてみましょう。ピアノ曲ですので、ピアノから、ここにもうメロを乗せてみます。ギターのあるところで、
大体揃ってきましたので、ここにリバーブをかけたいと思います。僕はリバーブのプラグインは一番たくさん持っているプラグインの一つです。ざっくり30種類ぐらいはあると思いますが、最近買ったブレインワークスのルーム MS という MS 処理でリバーブがかかりますが、プリセットがあるのでとっても楽です。はい、こうしながら聞きながらリバーブ感を出していきます。まずはメロディーから。フルートのリバーブもちょっと深めに。次はエレピ。これはあえてかけないでおきましょう。次はナイロンギター。はい、それでは次にメロディーに表情をしっかりつけるためにボリュームのオートメーションを変えていきたいと思います。スタジオ1では上のここのツールを押すとこうオートメーションのモードになります。そしてここで追加削除でオーディオのボリュームの方をこちらの方に追加します。そしてこうしたらこのボリュームの方のラインがこう見えてるわけですね。ちょっと幅を広くしてですね、大きく見えるようにしてオートメーションは書くと案外いいと思いますのでやってみてください。そして僕の場合はプレソナスのフェイダーポートというフェイダーコントローラーがありますので、それを用いてオートメーションを書き込んでいきます。皆さんも DAW のソフトに慣れてきたら、この MIDI コントローラーというのはオートメーションを書く上で必須商品となっていますので、できたらチャレンジしてみてください。じゃあやっていきたいと思います。モードをこのリード、タッチ、ラッチ、ライト、このようにありますが、今回はライトモードで書き込んでいきます。じゃあ再生します。
はい、こんな感じにオートメーションのカーブをつけていきました。オートメーションを書いたら、ここはリードに変えておきましょう。その後はもう一度再度ミキシングを確認していきたいと思います。ベースになるまずピアノから、はい、メロディーが入ります。次フルート入ります。ちょっと大きいですね。はい、これでですね、まあ、ざっくりまだ 100% じゃないですけれども、まあ、ミキシングを整えたということになります。今日は、まあ、この辺にしまして、次は各トラックのサウンドをメイキングしていきます。サウンドのメイキングということは、まあ、簡単に言えばエフェクトを入れたり、そして他のトラック同士のかぶりとか存在感とか、そういったものを調整していきます。そしてそれが整ったら、次は、まあ、マスタリングというか、最近はですね、書き出してというよりももう DAW の中でですね、マスタートラックにマスタリングの、まあ、僕の場合でしたら急ぐ時はアイゾトープさんのオゾンとか大体のラインを出しておいて、そしてシャドウヒルズの有名なコンプレッサーでちょっとツヤを出したりとか、音圧をある程度調整してですね、そして本当の調整というのは簡単にまたもう一度イコライジングをしてですね、それと最後はリミッターをかけて、リミッターででもですね、リミッターって普通は音を止める、いわゆるピークを超えないようにとか、そういうものと思いがちですけれども、リミッターでもいいリミッターであれば、それを調整することによってもう一つや出たり、します。そこらのところ、まあ、僕は、コンポーザーとしては全然、自分の中でも自信もありません。一番得意なサウンドエンジニアの部分を次回に皆さんに見ていただこうと思っております。で、その第2回目が終われば、高ダナコンポーダーで作る様子をまた見せたいと思います。いわゆる三部構成立てみたいな形になりますので、皆さんぜひともよろしければチャンネル登録などをしていただいて見ていただいたらと思います。今日はご視聴ありがとうございました。村長でした。